さあ次はこちらです。まあ、ちょっと上唇が薄めなんだけど、そこまで薄めじゃないけど下唇の方がぽってりしてる感じですね。やだもう見下ろさないで。シミュレーションだから。ああだからかこう首傾けてんだ。そうそうそう、やだ翔ちゃん目つぶらないで。目つぶらないで。ちょっとまあまあまあ綺麗ですけど、はい、ちょっとね、うん、ちょっと角度が、なるほど、うん、難しそう。難しいかもな。わかりました。攻略しづらい俺には。じゃあ続いてこちら、うん、あらたくましいねこれね。ちょっとなんか外国人みたいな。確かに本当にぷっくりされてる、うんうん、どうですかこの唇は。これは食われちゃうな。逆に食われちゃうか。逆にパクパク食われちゃう。逆に食われちゃうなこれはな。まあそうですね、うん、力強そう。そうだ ね負けちゃうな。パワーでくる感じで、うん、はい、パワーのある唇でしたね、うんうん、はい次はこちらです。いいねいっぱいね。こうじゃ、あーグラマラス、ちょっとこうアートな感じでね、ちょっとメタリックな感じもありますけど、どうですかちょっと唇と唇の間から歯がちょっと薄く見えてるみたいな。いや、あ、悪くない悪くないです、はい、なんですその手は何。え、その手のこう、いやできるだけもう測り方は何。 V だけをこう、はい、ということで、うん、さあ次は何して遊びましょう、はい、こちらです。どちら。あそこの話ブヒブブイブ。はい、こちらやってきました。神秘的な人間の体の部位について熱く語る部活動です。それがブイブ。男女問わずありとあらゆる部位の中から毎回一つをおピックアップ、うん、その部位の魅力について部長の私葵翔太と仮入部員の翔ちゃんでブイブイ語り合いましょうという、遊びです。ブイブイ。もうそろそろ借りを取ってほしいんですよ。いや今日はね、うん、知ってんですよどこの部位か。あ、今日は任せてください。なんかちょっといつもよりね違いますね翔ちゃんが。僕やっぱ大好きな部位ですから。前のめりでございます。ということで、はい、今夜おピックアップする部位は王道のこちら。いきましょう。唇です。テンション上がってる。すごいテンション上がってる。やだ。唇は大事よ。大事ですか。大事です。いや唇についてね、はい、今日はとことん、じゃあもうここまでこう兄さんがねテンション上がってもらってますから、はい、たくさん兄さんからもね唇に関する魅力をね伝えていきたいなと思っております。はい、あでもなんか女の子はね、まあ、自分はもうちょっとぽってりな唇にしたいなとかって思うかもいるでしょうし、僕はですね上唇が薄くて下唇がちょっとぷくっとしてるんですよね。悪くないね。そうですか。いいね。おいしそうな唇だ。やだ。そうだからそうだよ、俺酔っ払って初めて翔太見た時本当キスしたいと思ったんだもん。いや俺マジで唇結構あるの、もう吸い付きたくなる唇が。あのね言われた、うん、面と向かって言われたから、うん、そうその口は相性いいよ俺と。絶対気持ちいい。本当ですか。絶対気持ちいい。やだ。え、うわキスしたくなる口だなとか見ない。え、だ最近つまんないのよマスクだからみんな。あ確かにそうだ。俺びっくりしたんだけど、うん、このチーフ AD の辻井ちゃんいるじゃん。あいますね辻井ちゃん。辻井ちゃんさ、はい、会った時からもうマスクだから、はい、素顔見たことなかったの。あえもしかして素顔見たの先週。見たんですか。あいつ意外に可愛い顔してんの。びっくりした俺。見せなよ。辻井ちゃんいる今日。辻井ちゃんね、辻井ちゃん先週ねマスク取ってたのが初めて見たんだよ俺。まあ皆さんに見せなくても、まあ、僕たちだけに。なんかさあ、ほんとだ、かわいい。ちょっと来て。ほら意外な、ね待って、こんな可愛い顔してると思わなかったよね。ちょっと女の子みたいだね。可愛いんだけど。そう可愛いんだけど。かっこいいって言われたい。あそうですか。すいません本当すいません。しょうもしょうもね。びっくりでしょ。想像と違くない。じゃあそれではですね唇に関するここ、うん、コーナーがちょっとございまして。コーナーやんの、うん、何やんの、うん、ちょっとね考えてくれてるみたいなんで。はい、じゃあ夜遊び MC 唇当てチャレンジ。おはい、これ何ぞやと思いますと、
ホワイトボードに6つの唇の写真が貼られています。夜遊びの MC14 人の中でそれぞれ誰の唇かを2人で相談して当てるという制限時間なしなんですが結構テンポよくいきましょう。怖っ、え怖っ、うわ待って、なんか分かるぞって思ったんだけど分からないかも。はい、こちらにねネームプレートがありますんで、この下にですねこの人だと思った名前を貼っていきましょう。でもね僕ね分かった一つだけ。俺も一つ分かった、はい、どれ B あ B? B B 分かった B 分かった B 最後にしますわ。じゃあ本当、うん、俺ね E 分かった。 E どれ E E 一番分からない。 D は、はい、カイトじゃないかと思う。カイトくん、なんかこんなみたいな顔するじゃん。あ、するんだ、うん、ちょ暫定で暫定、ね、暫定でカイト、カイトくん D、うんうん、で E は俺シュウゴのような気がするんだよね。ああ、だとしたら上唇削ってねえか。いやいや、うん、なんか角度的にそうなっちゃったけど。じゃあ暫定ね、暫定シュウゴ、シュウゴくん。僕ね、B は分かったの。誰？翔ちゃんよ。俺かな。俺もそうかなと思って。翔ちゃん、多分翔ちゃん。うん、あ、B 俺だな。B 翔ちゃん。俺もそう思った。歯、うん、並び見て。はい。F 僕じゃないかなって思うんだけど。このね、そうこんなに大きく口開ける人はね。こういう口の開け方する人いませんよね、僕以外。あ、でも翔太、そうだね、この感じがそうだね、翔太。でしょ、うん、絶対そう、うん、あ、つけてみます、僕の口に。え、剥がれんの。あ、剥がれる、剥がれた、はい、合うかどうか。怖いよ怖いよ。あ、そうか怖いよ。ほら、ホラー映像になっちゃった。じゃあ、兄さん、翔ちゃんはこれ、はい、ああ、翔ちゃんだわ。うん、翔ちゃん、翔ちゃん。本当？翔ちゃんだわ。俺もそんな気がする、B は。え？ C？ ちょっと、A ってでもさ、ちょっとこれ特徴あるよ、これ。マーヤちゃんっぽい。いや違う？まやちゃんこの口ないか。金友じゃね、友さん、友姉さん。どういう時の口なんだろう。なんか、あ、違うかな、金友じゃない。下唇熱いよ、でも結構。あ、ほんとだ。下唇熱い人誰、結構ボテッと。でも、こう閉じてるよね。閉じてます、閉じてます。こっから想像できる顔、岩田さんみたいな。岩田さんこれ顔するから。いないな。これ安本かな。安本さん違う。 A 誰だ。 A 誰だろう。これ安本の気がする。 A 誰だこれ。これ結構ボテッとしてるよ。細谷さん。細谷さんも意外とちょっとこう丸い感じなんですよね、うんうん、顔は想像つかないんだよな。なんかワンちゃん D は、うん、でもリップ塗るだろうからな。女性スミペにも見えてきたんですよね。あー、でも声なんか変な顔するもんね。ね、スミちゃんもね。でも一応これでいきましょうよ。行く？女性いないね、そういえばね。女性は俺なんかね、シュウゴのこういうなんかちょっとニヤッとしたこういう顔するようなイメージあるんだよな。あ、確かに、うん、じゃあちょっと、はい、じゃあ答え合わせをしてみましょうか。果たして全問正解しているのか、はい、それでは正解の発表をお願いします。モニターをご覧ください、どうぞ。 YouTube で見られるのはここまで。本編全部を見たい方はここのボタンをタッ。アベマプレミアムなら僕たちの限定トークも声優と遊び全シリーズも全部見ることができますよ。みんなも一緒に夜遊びしようぜ。